皆さんこんにちは、ホルゾショの上原めぐみです。今日はコープラッシュを解説しますの第2弾ということで、2番コープラッシュの2番としてやっていきたいと思います。はい、2番もまあまあコープラッシュにしては、まあ、サクッとやれる方ですね。でもちょっとまあ高いらハイデーとかが出てくるから、まあちょっとうーんってなるところもあるし、しかも最後のね4段目とかちょっと結構難しいから、そこをどうこうねうまく考えながら練習できる方法を提案していけたらなと思います。それではやっていきましょう。はい、まず2番はもうなんとっていうか3度進行のスケールということですね。3度進行のスケールもなんかいつぞやの動画で解説したので見てください見てください、概要欄で貼っておきます。まずドミレファですね。はい、ということで3度ですね。ドミドレミ、3つの隔たりがあるから3度、この音の音程をの数字化したものですね、度数っていうのは。でドミレファ、今ちょっと何にもやらなかったんですけど、まず最初にピアノから、ピアノスタートで2小節目からクレッシェンドしていきます。でここの4小節目がフォルテになるように、メトロノーム使ってくださいねということで、今テンポどれくらいの、適当にやりすぎた。はい、ということで結構ピアノからフォルテまでがっつりいっちゃってください。で96が最低の指定テンポなんですけど、結構早く感じるのかなって思うので、ですけどちょっと頑張ってやってみてください。でどうしても無理ってなったらもちろんテンポ落とせばいいんですけど、でもこうサクサクサクっていかないと、まあしかもこの4小節一息でいくのは結構このテンポ最低レベルじゃないかなと思うので、なるべく4小節間一息でいって、この5小節前のブレスをしっかり取るっていう感覚で撮ってください。でこの、4小節目のフェルマータですよね。フェルマータ、これなんかそんなにこのフェルマータあんまりなんか重要視しなくてもいいんじゃないかなって思うので、なので、まあ、しかもメトロノームはかけてると思うし、だからそうだな、しれどくらい3拍伸ばして1拍ちょっとお休みいただいてブレス吸うの感覚だとゆったりできるかなと思います。で次5小節目からは、ここはもうそのまま4小節目のフォルテを引き継いで2小節間ずっとフォルテ保ってください。で、7小節目からのこのクレッシェンド、あ違う違う、デクレッシェンドはまあ音も下がってくるから、その 音の下りに身を任せてやっていけばいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、5、6小節目のフォルテをしっかり保って7小節目のデクレッシェンド、しかもフォルテからピアノの、デクレッシェンドなの、8小節目のピアノへのデクレッシェンドなので結構ガツンと落としてですね、身を任せてたら多分ダメだね、ダメだ、意識を持ってデクレッシェンドしてください。でフェルマータは、最初にさっき言った通りの、まあ、ちょっと3拍くらい伸ばして1拍休んでブレス兼みたいな感じを、でこの2番の 2番に書かれているフェルマータはそんな風に感じていけばとりあえず OK かなと思います。もう特になんかそんな正解とかないしね。はい、ということで、で次の9小節目からのまた4小節間
ここの4小節間は最初の4小節間と全く一緒なので頑張ってください。で次の13小節目、ここかブレス取って、このフェルマータの音ブレス取って、レシミドレシドラ、ここは、5小節目からのフレーズとはまた全逆ですね。下に3度タンレドシミレドレドシドシラ、加工系のこの3度進行があるので、ここちょっとポロポロやるポイントですよね、ホルの子ね。だからしっかり音程取って頑張ってやってみてください。で15小節目の4拍目にファのシャープがあるから、ここからはちょっとチェドア、このソレソがもうチェドアのアルペジオだし、あもしかするとこのファのシャープがあるからちょっと前くらいからチェドアの敬語あるよね。で15、16、17小節目、ここからもこれはチェドアのサウンド進行をやってます。ソシラドシレドミでファミソ、でクレッシェンドの仕方とかフォルテをしっかり保つこととかはもうほんと1小節目のこの形一緒で、その先が21小節目ね、ここソミラファレシソミ、ここね、ここ難しいよね、あのしかもハイで出てきて音高くて嫌だなって感じ。これはねちょっとコツがあって、ソミラファ1小節間で練習するっていうよりかはソミラファレシで斜線、ソミドラファレシソミドラファレシソミドラ、まあ、ここから先はいいよねっていう風に、3拍目4拍目次の小節の1拍目2拍目で考えると、ここにコードっていうのがあって、ラファレシ1個目ね、この21小節目3拍目4拍目のラファ22の1、2拍目レシって、これちょっと書いてあるけど、要するにシレファラってシレファラ、これは Em7、 ちょっと薄く書いてあるけど、このコードで今度21、これねラドミソが Dm7 でソシレファが Cm7、ファラドミ、こうね、ファラドミ、B フラット、セブン。で、ここ、ミソシレが、A マイナーセブン。これを、このコードを、まあ、コード言われた後って、あんまりピンとくる人は少ないかなとも思うんですけど、この、こういう風に練習するといい。22小節目の1,2 と23小節目の3拍目4拍目を後ろからやるとDm7、 今度次ね、次のくくり Cm7、 Cm7 じゃないね、これは C7 だねこれ C7 でした、失礼。次 B フラット7、次 Am7、 そう、これも、もうさ、なんか多分コードネームピンとこない人は何のこっちゃって感じかもしれないんですけど、まあそれでもいいや、それでもいいから、ちょっと後ろからタティタタンタティタタンタタタタンってこのセブンスのあるアルペジオっていうのは解説したことなかったかもしれないけど、これもこう上からねやってるので、例えば Em7 を Dm7、 C7、 Bb7、
習をして、21小節目からを楽譜通り吹くとなんかちょっとはうまくいくんじゃないかなと思います。この最後の2小節、最後前ね、21、ここでちょっとブレス取っちゃったけど、取ってもいいし取らなくてもいいし、一息でいけたらいいかなって感じです。でディミニエンドが23、4からかかっているので、もうぐちゃぐちゃになっちゃった、かけて最後ピアノで、ピアノでロー F って難しいかもしれないけど、ちょっと優しい感じでしっかり弾く音も鳴らせられたらいいな、いいんじゃないかなと思います。うん、そんな感じです。2番は以上です。はい、ということで、今回もモデラント96から108テンポしてトランスポジションイン A って書いてあるので、これはもともと F ドアで書かれているけど、in A ってことは半音下げて、全部半音下げて in A ドゥアで、この練習をすることもおすすめします。めちゃくちゃ難しいね、嫌だね。だけどまあ in S ドゥアでやるんだなって思うとピンとくる人もいるかも。その人はやってみてください。サンド進行のスケールね、まあ一番お手軽にできるこの跳躍のスケールかなと思うので、ぜひ習得してみてください。それではまた。